こんにちは、サイラの YouTube チャンネルです。結構久しぶりの投稿になりますけど、よろしくお願いします。じゃあね、まず駐車場にあるオートバイ、今日は2021年の1月15日です。天気いいね。39年の UL チョッパー作ってみました。今新規登録の申請出してあって、おそらくもうすぐ認可上がってくるんじゃないですかね。1956年式のトライアンフサンダーバードのチョッパーですね。この子はね、石川の宝志くんが買ってくれて、もうすぐ納車なんですけどね、石川県の雪がひどくて取りに来れないっていうね。これ前回の動画でも紹介した55年の FL ですね。これも今輸入新規の申請出して認可待ちです。認可降りたら車検取って整備していきますね。この子はショベル、コンプリートショベルじゃないんですけど、一から全部整備して、メンテナンスもして大阪に嫁ぎますね。これもオーナーがちょっと遊びに来てくれるのを待ってますね。これラビットですけどね、僕のプライベートな、お使い用ですね。これインディアン4、最近テレスコフォークに変えたんですよね。もうちょっとチョッパーっぽくしようと思ってます。駐車場はこんな感じですね。じゃあお店の中見ていきましょうかね。散らかってますけどね。じゃあ47年の EL ナックルですね。ひろきくんのバイク、完成まで一気にはできませんけど、ちょっと空いた時間にね、少しずつ進めていこうかなと思ってですね。ハンドルはフランダースですね。昨日ちょっとねこうやってたんですけど、ブレーキのねクロスバーっていうんですけど、こんなんつけるだけでも何時間もかかるんでね、ナックルは大変なんです。はい、そしてサイラで一番力を入れて取り組んでいるプロジェクト、サイラコンプリートショベルシリーズの車両が2台ですね。今はこの2台をメインで仕上げています。じゃあこっちからでしょうかな、順番通り。京都のタクちゃん、オーソドックスなオールドスクールのチョッパーを作ってますね。こちらは35パイのナローフォーク、ハーレムFX系のフォークなんですけど、それにこの初期のねハンバーガードラムっていうドラムブレーキを合わせるカスタムをしてますね。サイラオリジナルで取り付けるためのアクセルシャフトとかね、カラーとかは製作しています。あとはねブレーキのこのここを取り付けるためのものがフォークにはないので、この辺切って綺麗にスムージングしてから、あの周り止めをねアルミ溶接して仕上げていくって感じになりますね。産後フォーク使うのはやっぱ剛性が高い334に比べてね、あとは部品の入手がしやすい。334フォークはもう最近値段がむちゃくちゃ高くなってるんで、スタンダードではこちらを勧めてますね。オプションで334フォークがいい人はもちろんできますけど、タンクはスポーツスタータンク、ハイマウントですね。横から見た時にフレームが半分ぐらい見えてる感じかな。こうするとちょっとあの背が高く見えますね、チョッパーの。かっこいいですね。でコブラシート、まだ鉄板ですけどね、うちはシートベース鉄板で作ってますね。鉄の板を叩いてシートの形にしてるんですけど、ちょっとねこの辺軽くカーブしてるの分かりますか。強度も上がるし見た目も綺麗になりますね。まだマウントしてないので、取り付けステーはこれからつけておりますね。まだ乗せてあるだけだけど雰囲気見るためにねちょっと置いてます。で CC バーですね、
まあ、仕上げてないから溶接圧とか残っちゃってますけどね。今回は丸棒で、どうですかね、おとなしいデザインだけど ね、こういう方が飽きが来ないしかっこいいんですよね。後ろは16インチでジュースドラムっていうね、油圧式のドラムブレーキ使ってます。ホイールとかね、見てください。これから仕上がってね、全部フルリビルト済みの、まあ、新車みたいな状態にするんだけど、わざとね、このサビサビのホイール使ったりとかしてね、この辺はね、ちょっと僕たちがやってるヴィンテージのハーレーの世界独特の感覚かもしれないけど、やっぱこのやれっていう、ね、ピカピカよりもボロボロの方がかっこいいっていう、そういう世界観ですね。で、隣は、地元岐阜県のね、俊君、若手ですね。こちらはね、ファンショベルって言って、61年っていうね、ファンヘッドの年式なんだけど、ヘッドをショベルヘッドに変わってるっていうね、当時からあったカスタムなんですけど、だからね、無理やりちょっとコンプリートショベルにしちゃおうってね、61年なのにコンプリートショベルですね。古い車両なんでね、もともと334フォークがついてたベース車を使ってるので、そのまま正確なでいきますね。4インチか6インチぐらいのオーバーかな。さっき説明したね、35フォークにはついてないんでっていうのはこの部品ですね。334フォークにはもうもちろん最初からこのホイールがセットのフォークなんでついてますね。これをあっちにもつけるって感じですね。かっこいいですよね。こっちもね、まあ見てください、サビサビですよね。え、納車する前からサビサビってね、意味わからんすけどね。これはハマータンクっていう、ハマーっていうね、 125cc のハーレーのタンクなんですけど、チョッパーにはすごく人気、よく使いますね。これはちょっと今度オーナー来てからマウントするつもりなんで、まだ止めてない、乗せてあるだけですね。ちょっと小排気量のタンクなんで、トンネルが細いからそのままじゃ使えないんですけど、ビッグチン使うときは、まあね、特徴としてはここにイグニッションキーがある。すごいかっこいいですよねこれ。でシートはね、今のところプランではソロとピリオンのこういう組み合わせでいく。今度週末に打ち合わせ来るときに変わるかもしれないですね。この辺はシシバーも打ち合わせでね、こうやって打ち合わせでその時にメモみたいな感じでフェンダーに書いてるんですけどね、なんか作ってますって感じがして面白いじゃないですかね、こういうのも。その時にオーナーからのアイデアでこういう感じでね、角棒を先っちょだけ尖らせてつけて、で細めで立ち上がってフェンダーのところで膨らんで下に行くっていうデザインまでは決まりましたね。で、あとね、角度ね、角度で、例えばこれ今シシバーのこのぐらいの角度なんだけど、それを現物で見たいってことなんで、今はねフェンダーにはまだ取り付けてないから、これで動かせます。こうやってね、でこうするとね、寝たでしょ。シシバは寝てる方がなんかなんていうかな、ちょっと芋臭くてね、悪っぽい。ただ本当はね、後ろに女の人乗せたりとかねするときに、やっぱ女のふんぞり返って乗ってる方がかっこいいんでね、寝てつける感じが昔のアウトローバイカーには多いかな。逆にね、こう立ててつけるのって意外と最近の流れっていうかね、これちょっと立てすぎですね。こうやって立てることによって車体がちょっとね、こう短く見える効果もある。まあこれフロントフォーク長いからあんまり効果的じゃないんだけどね、フロントフォーク短い車両とかにするときは CC バー立てるとすごい短く見えますね。バイク自体が目のね、人間の目の錯覚を利用した効果ですけど、ただこれだとね、実際に後ろに人が乗るとね、だいぶ狭いんですね。だからまあ一人乗り用の CC バー、まあ、荷物つけたりとかね、カリフォルニアの方のね、スケーター系のバイカーとかサーファー系のバイカーとかね、その辺から発祥じゃないかな。
うん、まあ、どっちかっていうと今っぽい、オールドスクールって言えばオールドスクールなんだけどね、僕はそんな感覚で見てますね、シシーバーは。まあ、今度週末にね、この角度もそんな話しながら決めていきたいかなと思ってます。コンプリートショベルはこんな感じでね作っていくんですよ。このアイアンもね何台か先なんですけどね、コンプリートショベルの1台として、アイアンもねやっぱショベルなんで、コンプリートショベルなんですが、これはねこの最初ねフレームの色変えるって話だったんだけど、話してるうちにこれかっこよくないですかって言って、あそうですねみたいなね。エンジンはね真っ黒けっけなんですけど、これは色を全部剥がしてねシルバーのエンジンに変えます。ここに通称バナナタンクっていうタンクなんだけどね、これを使いたいってことでね今載せてありますね。まだ全然順番先なんで、こうやって部品をね載せたり外したり差し付けたり伸ばしたり、まあ、いろんなことうん、やってみてね、本当に作りたい、このディメンションっていうんですけどね、大まかな、車高とかね、フォークの長さとか、タンクの位置とか、配置をね、見てもらってる感じ、まだ製作には取り掛かれません。こんな感じ、これね、1941年のインディアン、スポーツスカウト、750cc の。インディアになりますね。ボロボロですけどね、一応全部に手が入ってます、まあ、ボロボロのまま見つけてきたんだけど、見た目はそのまま乗りたいっていうねオーナーの、うん、すごい難しいんですよねそういうの。でもねやっぱところどころ直したところはどうしてもね新品の部品使ってるところもありますから、だんだんね馴染んでいけばいいかなって思います。これも、これ次の次ぐらいかな、コンプリートショベルに使うベース車、これはスイングアーム仕様でね、製作予定です。楽しみにしていてくださいね。これはどのぐらい先かな、ちょっともう分かんないんだけど、ベース車ですね、まだ何もしてないです、バラしてもいない、ただもうね、オーナーは決まってます。こんな感じ、工場の中はね。C 君がやってる作業ですけどね、これアルミタンク作ってます。これが製品ですね。こんなようなやつを、まあ、ちょっと形変えたりとかして作りますけど、これねハンマーで叩いて、すごいですよね、板ですよ、もともとこの真ん中すごい。これまだね叩いてる最中で、こっちがね叩いてローラーかけた状態だから、ちょっとつるんとしてるでしょ、まだ端っこの方はねまだ仕上がってないけど、こうやってだんだんね鉄板っていうかアルミだけど、板からガスタンク作ってるんですよこれね。イングリッシュホイールっていうね、そういう鉄板をね馴染ませる、この板は、ね、ゴロゴロしてる、そうすると伸びちゃうんで、シュリンカーってね、逆に絞る機械ですね。あとこれ、ブラニシングハンマー。叩くんですよね。めちゃくちゃ速いスピードで。まあこれは、オリジナルでね、僕が昔作った、ドリーっていうんですけどね、当て金ですね。イングリッシュホイールはね、もう一台小型のものがありますね。昔はね、これが欲しくても売ってなかったんで、これはね、実は僕が設計して作ったんですよ。懐かしいですけどね。今は買えますけどね。こんな感じですね。うん、面白い、うん。でね、こちらはチーフのね、エンジンの作業なんかをね、フライホイールが捨ててあるわけじゃないですね。あとは大事に作業中です。この辺はカオスですね。はい、クランクが上がってるんじゃないですか。これタクちゃんのクランクですね。うん、楽しみですね。でこれが旬のクランクですね。さっきのやつと合わせて、これからバランス取りとかしてきますね。はい、クランクケース、タクちゃんのクランクケース、はい、鴨
ムカバー周りももう終わってますね。で先にねやっぱベアリング類は合わせてます。ラッピングとかねいろいろやらなきゃいけないことあってね。でこれ旬のパンショベなんでねこんな形してます。周りショベルに似てるんですけどパンなんですよね。はい、クランク周りの部品ですね。これを組み付けていくわけです。ジェネレーターモデルなんでね、ジェネレーターももうリビルド済みで直しておきました。楽しみですね。はい、ヘッドら辺はねこの辺にもう終わってるんでね、クランクが出来上がったらエンジン組むんでさっきの2台に乗せて完成まで一気に頑張るっていう流れになります。これが今月のサイラの15日、ね、もう1月の半ばになってしまいましたけど状況です。なかなか YouTube のアップできてないんですけど、今年からサイラ通信っていう感じで、最低でも1ヶ月に1回ぐらいはねアップしていきたいなって思ってます。今日その一発目で、まあ1ヶ月に1回ぐらいは今サイラはこんな状況ですよみたいなね報告も兼ねてやってるお仕事の紹介とか、まあその時にあるバイクの紹介とか、あとはねコラム的な感じで他の企画もなんか動画作れたらいいなって思ってますんで、よかったらチャンネル登録してこれからもねウォッチしててくれたら嬉しいかなって思います。